聖ルイーズ・ド・マリアックルイーズ・ド・マリアックは、フランスのカトリック教会の修道女、聖人、聖ヴィンセンシュオア・パウロの愛徳姉妹会の共同創始者。ルイーズは、リシュルー政権下の法務大臣、ミシェル・ド・マリアックの親戚の死政治として生まれた。3歳の頃、ポワシーノ・ドミニコ会女子修道院に預けられた。その修道院に所属する大場にあたる修道女らによって育てられ、 キリスト教としての信仰を身につけた。13歳を迎え彼女はパリの子女を教育する施設に移り、修道女への証明を抱くようになる。ルイーズはカプチン会への入会を希望していたが健康の理由によって断られ、彼女は親戚の取り決めによって財務大臣秘書アントワーヌルグラと結婚し一難を設けた。しかし、ルイーズの心は晴れなかった。 1623年6月4日、精霊降臨祭の日の聖堂で彼女は必死に祈り、その不安から解放された。だが、1625年12月22日、夫アントワーヌは病気で死去、収入を絶たれたルイーズは、息子、ミシェルを引き連れやすい住居に移り住む。将来に不安を抱えている時、被災のバンサンド・ポールに出会い、それが彼女の人生に、 大きな転機を迎えることになる。その頃、ミシェル・ド・マリアックは、リシュリュー・ダ島のクーデターを企てていたが事前に、発覚し、投獄された後に死去。もう一人のおじにあたり、元帥だったルイは、残守刑に処せられた。1633年11月29日、ルイーズはバンさんと共に貧民を助けるための共同体を設立し、それに賛同し、奉仕する女性を集めた。 それが後に、従来の女子修道会とは異なる新しい形態の愛徳姉妹会の原型となった。この活動はフランスのみならず、ヨーロッパ全土に広がった。1660年3月15日、ルイーズは結婚して一難を設けたミシェルとその妻、修道女らに見守られ死去した。ルイーズはその聖徳が認められ1920年5月9日。 ローマ教皇ベネディクトゥス15世によって劣福され、1934年3月11日、ピウス11世によって劣勢された。ありがとうございます。